はい、えー、速塾のコブです。最近はですね、この西村経済担当大臣の顔を見ない日はないと言ってもいいぐらい見ちゃうんですけども、テレビを見るとこの人が出てきますよね。そしてインターネットで YouTube 開くと、まあ私みたいなもんが動画作ってるからなんでしょうけども、やっぱりこの顔は出てきます。すっかりと見慣れたんじゃないですかね。 なんか、不思議と、親しみも出てくるというか、憎しみが出てくるというか、なんか気の毒な気もしますけどもね、役割上こうやって叩かれないといけないのは。まあでもね、今回も、この動画、出かけるな、グミンども。夜だけではなく、昼の外出も控えてくださいっていうね、本当に。 ほんとバカな大臣ってのは敵より怖いなっていうね、そんな昔の名言が思い出されるわけですけども、これについてコメントついてますんで、皆さんと一緒にまた見ていこうかと思います。よろしくお願いします。えーと、まずはね、まさに逆だなと。テレビじゃ大流行と大騒ぎしているが、この一年周りで、 感染した人を見たことも聞いたこともない。不思議すぎる。も、ま、う、あ、確かにね、いないんですよね。どっかに集中してるんですかね、やっぱりね。ええー、と、松田さん。西村大臣、地元の議員なので頑張ってほしい。ああ、まあそうですね。やっぱり地元の議員だと気持ちはちょっと違うかもしれないですね。うん、頑張ってほしいのは私も同じなんですよ。ただやっぱり空回りしてるというか、何と言いますかね、西村経済担当大臣は、いろんな自民党の与党のね、 あの、官邸の嫌なことを全部言わされてて気の毒なような気がするんですよね。西村大臣の地元、兵庫県も緊急事態宣言出てますと。二階議員、菅総理に掛け合って定額給付金、一人20万以上はあ、世帯50万以上お願いしますと。本当そうですよね。え、あの、松田さんお気持ちよくわかります。私もできればね、西村経済担当大臣がこうやってね、終わられるよりも、うん、なんか、さすが大臣だって、 っていう風なね。そんな方に私たちは、やっぱりこう国を預けたいという気持ちはありますんでね。ちょっと、もうちょっと頑張ってほしいなと。あの、西村経済担当大臣の能力を高く見積もってるから、ちょっとがっかりだなっていうところが正直あるんですよ、私はね。アロハさん、西村さん、コントですかということで、はい、バラエティとしたらなかなか出来がいいですよね。あく桜さん、あ、室田大臣いた、馬鹿野郎みたいな感じでね。やっぱりこう、ラいせに馬鹿野郎と言いたくもない気持ちもわかります。えー、石井さん、アホな大臣ですね、と。 昼の外出も控えるなら給付金を毎月30万出せよと。昼の外出も控えるなら仕事に行けないから収入ゼロなんだからマジ受けるけどと。うん、あのね、やっぱりね、夜も昼も出るなってことでしたら、それはさすがに、じゃあ何なのって話になっちゃうんですよ。我々は地底人でも何でもないですからね。 保証してもらわないといけないし、あとは昼も出るなって言うけども、絶対に必要な仕事もあるんですよね。この辺、もうちょっとね、明確なリーダーシップを持った発信を期待したいと思います。え良、ー、瀬さん、バカ大臣ですね、と、そう見られちゃいますね、やっぱね。うん。ちょいみさん、久保さん、こんにちは。映像の間に昼も夜も <laughs>、って言ってたお笑い芸人さんが面白くて気になりました。あの芸人誰ですかこの方ね、よくわかんないんですけども、あの漫画のね、 あの、カイジっていう漫画の、なんかその、あれですよね。えっ、ー、と、なんかパクリをやってる人ですよね、モノマネを。芸人さんの名前までは知らないんですけども、誰だろうカイジモノマネで検索したら出てくると思いますよ。はい。えー、いいよ、金出せよ。本当だよ。<laughs> ねえ、よ子さん、日本の大臣、認知症ばかりやってられないよと。そのうち、国民暴動を起こすよ大臣やりすぎると。あのね、 まさにね、暴動とかテロを起こそうとしている義勇軍義勇団こういうふうなグループができてきてるんですよ。あの、40代、50代を中心にね、もう、これ以上自分たちの条件、人生悪くならないよっていうふうな、いわゆる無敵な人。ね。こういうのが腹いせに、まあ、なんか仕掛けようとしてるらしいです。なんか暴力的なことじゃないといいんですけども、おそらく暴力的なことでしょう。クーデターみたいなの起きるかもしれないですよね。内戦になるんじゃないかと思いますよ。あ、セガさん、あ、ジュンさんもいつもありがとうございます。 昼も夜も感染リスクは関係ない。分かりきっていることを政府だけ知らなかったんでは国民舐めてますね。そうなんですよ。西村経済大臣ね、わざわざ言わなくてもそんなことね、随分前から100も承知なんですよ。もっとね、私たちが聞いてて、さすがだなと思えるような発信をお願いします。隅田の親父。 だったら外出しなくても生活できる対策をちゃんとしてください。まさに保障が先行してその後に政府レベルのお願いだと思うんですよ。全然お願いだけでね、私たちは全部自力でやってるわけですよ。もう勘弁してほしいですよね。タバッチさん、ここまで言わないと東京の人らが外出やめないからじゃないのと。うん、それも一理。あと、控えろって言われたのに年末の気象で、えー、会食等で、医療が弱い地方、医療の疲弊している都市部がもういっぱいいっぱいになってるからじゃないこれね、やっぱりね、あの、菅総理をはじめ、 あの、国会議員の方が好き勝手宴会とかやってるから国民にも示しがつかないっていうところあるんですよね。やっぱりリーダーシップを取るっていうのは自分たちがまずそれをやる、範を垂れるってことだと思うんですよね。お気持ちよくわかります。お、リードモアだ。会社勤めで有給とか使える奴らならまだしも、個人事業主からしたら西村より感染拡大の認,認識低い奴らの方に怒りしかわかないと。 ああ、なるほどね。そういう部分あるでしょうね。だからね、結局ね、国民同士で、あの、潰し合うことを仕掛けているんだというふうに私は思いますけどもね。国民同士で潰し合えと。怒りの矛先はこっち向かわないようにしろ、みたいな感じでね。はい。えー、秘書さん。世の中の流れを理解してないのか、自分が馬鹿なのかわからない。馬鹿と天才は神一人という言葉が本当だと、今更ながら深く考えさせられます。何なんでしょうね、本当ね。何が正しいのかわかんなくなってきます。 はい、次、えー、まさきさん。こんな人が大臣やってるようでは日本も終わりです。まあ、終わってるんじゃないですかね。うん、どう、どうしましょうかね。でもね、<laughs> 終わるだけじゃ済まないですもんね。えー、根津さん、国会議員の皆さんも、はい、外出控えてください。えーっとね、西村経済担当大臣、夜遅くまで、ね、視聴者に勤めてますけども、テレビの前に出てますけども、外出控えるんだったらリモートでいいんじゃないですかね。 えー、坂さん、大臣なのに何を言うてるんですか笑える。っていうか、専門家専門家、検討、検討ばっかり言ってる人に言われたくない。うん、昼間も外出控えるって仕事はどうしたらいいんですか <laughs> 国がお金をくれるんですかもうバカとしか言えない。いや、確かにね、あのね、専門家の方に聞いて、で、頭のいい国会議員の方がね、あのー、いろいろ考えてこの程度だとしたら、別にいらないですよ。あのー、はっきり言って政府報道っていうのは国民が十分理解して行動してることばかりなんで、何なんですかね。 えー、だるまさん。考えが子供の発想ですね。まあ、今の子供たちの方が賢いよということで、まあ、厳しい意識的でございます。その通りです。えー、で、えー、ミキさん。早朝なら動きはってでもいいんですかね、と。早朝のね、もう本当に、えー、コンビニの早朝バイトぐらいしかできなくなっちゃいます。まさかりさん、バカという言葉がかわいそうだから、ノクソ大臣と言ってあげればいいかも。自社のどころかロックダウンそのものを言葉と濁して言ってるだけかも。なんかロックダウンと一緒ですよね。タイカさん。 全く尻り滅せずなことを言ってるような仕事あるしどないせっ中年いろいろお願いばっかりではなくまず給付金配れ話はそれからだまあまさにね給付金という話をかわしかわしかわしじゃなくてきちんとね本当に少額でもいいからまずは配る姿勢を見せることだと思うんですよえー、大福さんいよいよ行っちまったか行っちまいましたねこれはねえーユースケさんどうやってまさにそうですよねえー、達さん誰も好き好んで仕事行ってないっつーの こいつらには赤い血は流れていないね。お前らの血は何色だってきっと緑なんでしょうね、きっと。はい、えー、中野さん。えー、西村、頭悪いじゃないのと。国民一人での給料を国が保障と定額給付金を出せよ。定額給付金をね、もう2月ぐらいに出してもらいたいですよね。そんな動きもあるみたいですけども、また分かりましたら連絡させてもらいます。ゆうきさん。何の権力の力でできます えー、これが、緊急事態宣言を出すと、政府は、やりたい放題に何でも権力できます。これがあ、菅総理がしたかった計画ですよ。だから少しずつ緊急事態宣言を出して、いずれは全国に出します。なら、国民に一律給付金を出しても良いと思いますよね。でも、徐々に出す。まして出すから、菅総理は、菅総理か。<laughs> 失礼しました。ごまかして出さない計画をしてるんでしょう。とだから、国民が暴動を起こさないか、分かっているからです。えっ、ー、と、暴動は起きるような気がします。今のうちに菅総理は、罰金とは禁止。 と刑務所に入れる法律をで作っている、えー、できればすぐに全国の緊急事態宣言を出すでしょう。法律を作れば夜のお店と昼間でも動き回っている人々も法律で捕まえられる。やりたい放題ですよと。菅総理の力で何とでもできます。国民のことは一切考えてませんと。これが国家権力です。まあ、諦めるしかないですかね、我々はね。シン,シンさん、じっとしてるから給付金ください。これが素直なとこですよね。ね、昼間は仕事してますもんね。 バカじゃないのって。まあ確かにね。これね、言わされる西村さんも気の毒ですよね。よしみさん、こんにちは。 えー、国民が未曾有の難関で立ち向かっている時にこんな発信をする大臣はバカですねと間違いなくバカです。もう私たちは土の船に乗っているようなものです。官邸メール、事務所電話、ニュースで流されるコロナの現状に冷えしきった頭にバケツを伝えた,た感じです。これは決定となり、正直疲れました。ね、お疲れになったら休んでください。私は活動をやめませんので。また元気になったらね、いろいろやっていきましょう。隠居先生のおっしゃる通りでございます。とても面白いと思いました。大臣大丈夫なんでしょうか大臣の顔って、えー、ヘビさんにそっくりですねって悪口じゃないです。うん。 猫ちゃん顔さんとか、タぬキさん顔とかいろいろあるけど、親しみを込めての表現であって、悪口ではないですもんね。まあそうですよね。なんかね、私はね、あの、カエルに似てるなと思うんですけども、なんでそれは失礼じゃないかって言ったら、カエルに失礼ですよ。カエルだって言ってもね、あの、りりしいカエルだと思いますからね。で、西村経済担当大臣、やっぱりこう、お顔つきはやっぱり爬虫類型だと思うんですよ。 まあ、醤油顔とかソース顔とかありますけども、爬虫類顔だからって言って別に、あの、悪く言ってるつもりはないですけどもね、そういう特徴なんだなっていうような感想を申し上げてるだけで、ただ、政策に関しましてはちょっとね、あの、攻撃させてもらいますよ。 で、人格的攻撃は別にありません。西村経済担当大臣も、その役を離れればね、あの、とても頭のいい、いいおじさんだと思いますんで、きっと、あの、お酒飲んだら楽しいと思うんですよ。うん、そういう風なね、あの、ぜぜひで見ていくところを私もね、なくさないようにしていこうと思います。ひろしさん、発言で笑ってしまいました。仕事している人たち、他の理由の人たち、どうするんでしょうね、と。自分も、西村さん、個人的に好きなんですけど、そうなんですよ。私ね、西村さんのこと個人的には好きなんですよ。 好きなんだけども、言うことが、ちょっとね、こんな形なんで、かわいそうだな、気の毒だなと思います。うん。やっぱりね、この、人前で喋る人って、こういった誹謗中傷にさらされますからね。それでも、やっぱり立ち向かって、 えー、きちんとね、カメラの前で喋ってくださる西村大臣の真摯なところは好きですよ。というところが私は好きですけどもね、どうですかね、小川原さん。えー、猫の道、会長あ、会食はするなと言いながら、泥酔して転んで救急車に運ばれた議員もいます。だからそれを反省してこれからやらないようにしようっていうことでもあるのかもしれないですね。えー、ノクさん、PCR 検査は PCR 売る会社の人が書いたデラメな論文が拡散された恐怖を煽るほど儲かる奴がいると。 うん。確かに PCR 検査は全く無意味なんで無視してもいいと思いますよ。自民党終わりだ。終わってもまだ続くゾンビみたいなね、感じです。久保さんこんにちは。この話聞いた時笑いました。セーフバかりなねもうギャグとして見るしかないですよね。えー、ホワイトさん。あ、ホワイトラビットさん久々,久々にコメントを読まさせてもらいます。2回菅。 呃、不愉快な仲間。この辺はいらない。さっさと自粛しろ。同じ気持ちでございます。えー、じゃあ,あ、次ですね。青さん。じゃあ、仕事を休めて言うのか。それなりの保証や一切給付金を配ってくれたら、外出禁止するよ。それをやらないで自粛なんてできない。間抜け。そう。まあ、これ本当そうなんですよ。 ね、コメントもたくさんついてますけど、その中です。あたしさん、世の中回らないですね、ということで、本当に皆さんね、ごもっともない意見ばかりでございます。さあ、こういうことをね、あのー、国民は思ってますけども、西村経済担当大臣にどのぐらい届くのかなと。まあ、賢い西村さんのことですから、想像した上でお話ししてくださってるんだと思います。本当にね、これ、言わされた立場の、 うん人だと思うんですよ。西村経済担当大臣別に恨みはありません。あのー、特にね、西村経済担当大臣が失策をしてるわけでもないですし、それからこの世の中の状況を作ったわけでもないんですよ。ただね、うんなんか、怒りの矛先を向く、向ける人として、今、矢面に立ってるかなというところで、うん、まあ私もこういった動画を作っててね、言うのも矛盾なんですけども、非常に同情するところは多いです。本当に、お気の毒でございます。ただね、昼だけでなく夜、<laughs> 何夜だけでなく昼の外出も控えてくださいって。これは西村経済大臣。これは言えないですよぐらいのことちょっと抵抗してくださいよ。もう正気じゃないですよ、こんなこと言い出したら。ということで、元動画は2分2秒の短い動画ですけども、こちらの動画に対してもうね、15分ほどの愚痴がだらだら続いてしまいました。皆さんもお気持ちありましたら、動画概要欄に元動画貼っときますので、それをご覧になった上でコメントまた書いてもらったらと思います。本当にいつもありがとうございます。